決まります。扱いが。そりゃそうですね。ゴーフィンガーゴーフィンガー来た。In the house, in the house, in the house。 よしお Vlog です。こんばんは。本日はですね、秋葉原にやってまいりました。で、秋葉原に何でやってきたかっていうとですね、この人、どこ行った、いた。フルフルさんがですね、今日なんか急に長物が欲しいと、ね、何の長物を買うのか。まあ、やっぱり長物を買うといったら 41PX に行きたいと。で、ハセピ出所ね、はい。で、佐々木さんがいて、ジャネスさんがいて、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ早速、こんな夜な夜な遅い時間ですけれども 41PX に行ってですね、軍拡していきたいと思います。すいません、 41PX にやってまいりました。で、今日はですね、はい、この後ろにいる白いワイシャツを着た人がですね、はい、ムラムラさせてみたいな、ね、このムラムラしてる人が、はい、なんか銃欲しいやつがあるらしいんですよ。あら、まあ、でぜひ、お宮田もあるわけね。はい、あるの、ええ、分かりました。じゃあちょっと俺はカメラマンになりますんで、はい、あなたが死に込みをするならば、もう尻をもんであげるわ。何が欲しいんですか。何が欲しいの。あーチームあ AK12 あ AK12 あら、もうね、偶然なんだけど、はい、在庫あります。マジですか。なんと何が欲しかったんだっけ。アークの AK12 とRK74 シリーズ。ああ、なるほど。そう、似て非なるものなんですよね。まあ、74っていうから、こう、AK74 をこうモチーフにしたものだけど、あちらは電子バリバリの電子トリガーモデル。で、こちらは、ノーマルトリガーですね。はい。っていうところがあって、これは比べてみるのがいいかもしれない、ね。そうですよね。ノーマルトリガーと、やっぱ、打った感が。はい。うん、全然違うん でどちらがいいというか、どっちもいいんです。どっちもいい、うん、で値段的にはかなりほとんど同じなんです。あ、なのでこれはなかなか悩みがいがあると思う。ちなみにこれ AK12、 これアークの方じゃないですか、はい、もう一個のやつどれなんですか。あちらです。ちょっとどうぞどうぞ。しましょう。カモン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 、はい、インザハウス、インザハウス、インザハウス。値段が見事に一緒という、はい、あーこれか。そうなんです。こちらは言っちゃうと G&G 風にアレンジされた74モチーフです、はい。あちらはアクターラスの、が AK12 をできるだけリアルに再現した、うん、まあ、軍用バリバリのモデルなんです。だその自分の中のストーリーとかドラマにどっちが入っていったらいいのかということもちょっと一つ考えます。あ、なるほどね。今割とね、こういう架空的な銃というのが非常に人気があるので、うん、あまり軍用軍用縛られちゃうと、その軍用のストーリーを作る機会じゃないですか。はいはいはい、はい。まあ、最終的に露覚っていうあの手があるんですけどね。困ったら露覚。やっぱりでも、売ってみて、持ってみた方がいいと思う。はい、そうだね、うん。うん、それがいいと思います。はい。じゃあ。RK シリーズ、G&G の RK シリーズの ETU シリーズは、長さが CQB-ET とあります。はい。CQB はもう、ご存知のように、クローズドクォーターバトルね。はい。まあ、狭いとこ用なんですけど、E っていうのは、一応エリートっていう名前が付いてます。こっちはタクティックの名前付いてます、ね。はい。私より逆の方がいいと思う。そうですね。はい。でも、俺だったら、うん、俺もこの真ん中なんですよ。そうでしょ。もうパッと見ですね。はい。私も結構そう思うんですよ。うん、なんだけど、これ発売当時、はい、私が買ったのはこれ。あ、オスさん持ってらっしゃるんですか。はい、持ってます、これ。かなり愛用してます。はい。前に誰か買いに来て、うん、なくてやめたんですよ、これ。あ、そうなんだ。ちなみにこれは在庫は調べてきます。はい。はい。オスミさんが来る前に悩む、フルフルさん。いいね、ちょっと、俺にも持たして。いい、これ白い。信頼できる情報の数字によると、全部あるそうです。どうしよう。全種類、RK74 シリーズは全部あるらしい。フルフルさん、この長いやつなのよ。長いのがちょっと買いたいなぁ。そう、はい。そう、やっぱ AK の形よね。この、ガスパイプからストンと落ちる感じ。これがやはり AK の AK たるの形なんだけど、これ以上短いモデルになっちゃうと、ここのところがこう繋がっちゃったりとかして、っていうところが私もこの T を選ぶ理由なんです。で、もう一つは、こちらがですね、あ、折れる折れる。そうや。
オレオレ系なんです、こいつ。おお、ね、はい。やべ、かっけえ、これ。かっけえ。このオレオレパーツは実は、別売りしてます。他のもののこともできます。ちなみにすごいよ。あのね、長人すげえやりやすい。そうです。今思った。今の形のこれはなかなか作れた長人で、今これちょっと展示用なんで、ここはかじってあるけども、ベロがビヨンと出て、最後の一発まで出てる。これはタダンじゃないですよね。ついてるのはタダンじゃなくて、115連の最後の仕切りタイプのタダンです。で、オプションというか、まあ別売りで、普通のタダンマガジンも売ってますね。はい、こちらシースルーで、まあ、残念ながら確認できる。いいですね。じゃあまずは、はい、こっちの、G&G の RK74E。と言いたいとこなんだけど、はい、プロセスとしては逆の方がいいと思う。逆の方がいい。はい、アークターラスを打ってから、RK を打った方がいい。AK12 のマガジンがむちゃくちゃかっこいいと思う。おお、かっけえ、うん、これアークの方ですか。そうです、これ AK12 の現行のマガジンをかなり忠実に再現したものですね。はいはいはい、はいはい、もう世の流れでこうシースルー化とかこういったプラマグ化が進んでまして、うん、こんなにかっこよくなってますね。やべ、古内さんこれやばいよね。そう、再現度からするとこれは素晴らしくいいと思いますね、うん。でもこの間のエリア41はすごい、みんなアクタルスすごいですね。超みんな使ってる。アクターウラスとベクターオプティクスの同じミートの気がする。あと ICS がすごく多かったね。多かったですね。まあ、いわばこう車で言うとノーマルアスピレーションですか。はい。ああいう感じの内部体ですね。よし。じゃあ、フルフルさん、どうぞ楽しんで。ごめんなさい。楽しんで。普通の AK と違って、実はこれ4ポジションなんですよ。これがセーフね。で、こちらがフルオート。はい、で、こちらが、今回フルオートなんですけど、2点バーストって ポジションは本物であります。それを再現してあります。普通はここがセミオートなんです。あ、なるほど、なるほど。もう一段下げます。おー。だからここが尖ってなくて、こう丸くなってるわけ。あ、すごい考えられてるんですね。そうなんですよ。はい。非常にエルゴノミックなデザインですね。はい、行ってみましょう。はい。それから AK の特徴であるところの、リアサイトが前にあるという、リアじゃないじゃんっていうのは、これでは解決されて好きなところに付けられますけど、あ、そういうことなんだ。はい。あ、本当だ、本当だ。はい。RK74 もそうなんだけど、トップレールからこのハンドガードにかけて、ずっとこのトップのレールがあるところが非常にポイントですね。なるほど。AK ってこれがないから非常にこう困ったんですよ。サイトつけるときに。でもこのままサイトいけますもんね。いけますね。めっちゃかっこいい。もうここにパララックスがあるんで、ローマウントで大丈夫です。じゃあ、セーフターをまずセミにしてですね。はい。では行ってみましょう。なかなかいい感じでしょう。はい。緊張してるでしょ。グラス曇っちゃった。マスクするかどうしても曇っちゃうんですね。はい。じゃあ今度はフルオート行ってみましょう。はい。はい。では行ってみましょう。はい、どうぞ。すげえ。うん。そうなんですよ。キレッキレからのクリスピー。キレッキレからのクリスピー。クリスピーからのキレッキレ。はい、どっちもいいですからね。もう舐めたり噛んだり、もんだりする。大変よ。ちなみにそれ弾速どんくらい出るんですかね。弾速アークは押しなべて90ぐらいです、ね。すごいですよね。非常に実写性能にはこだわるため、ね。それがやばいよ、90以上って。これまずアーク打ったじゃない。はい、次ですよ、GG の方。本来はでもアークだったんでしょ。これアークですね。はい、こちらは G&G の言わずとしていた RK74。これいいですね。はい、いいですね、はい。普通の AK というのは、このボルトストロークは AK すごい長いんです、本来。はい。ここまでしか下がらないんです、普通は。うんうん、なんだけど、G&G の RK シリーズってここまで下がるんですね。あ、すげえ、すげえ。で、うん、リアル式オープンボルトしない銃なんですけど、はい、オールドオープンしない銃なんですけど、これでこう止められるっていう、実物と同じ、流れができて、で、これでホップ調整して、ヘイティになるんです。あ、いい、見た、見た。あの人形で買いたくなるでしょ。あと、チャージングハンドルというか、ボルト、キャリアハンドルが、こっちだけじゃなくて、はい、こっちにもあるとポイント。おお、すげえすげえ。はい。感じだね。はい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 、はい。AK12、アルクタウラスの AK12 と大きな違いは、デイストリガーが入ってる。
デイトリガーというのはここに、あれは実はマイクロスイッチなんだけど、はい、ここから信号を出してバッテリーの電力がほぼダイレクトにモーターに行くんですね。で、なおかつこれはかなり鋭いマイクロスイッチを使ってますので、いいですか、ここまで引いて、このストロークだけで。あ、ちょっといいですか。浅いよ。浅いんですよ。だから、このバージョン3って言うんだけど、このメカボックスはもうどうしてもストロークは長くなってます。なんだけど、そのストロークを無視していいんですよ。キレキレーって言うんですね。はい。キレキレだよ、ほら。生キレキレだよ、ほら。11.1V で、まあ、フルオートで回すと、見る見る目に入ってきます。すごい、多分すごいよ、これ。11.1V はね、魅力ですよ。そうです。悪魔的な魅力があるよね。だから何が何でも全部 11.1 にしなきゃいけないってわけじゃないんだけど、やっぱりこう、キレにしてもスピードにしても上がるんですよ。まあ、その分モーターとか、それからギアには負担かけるので、全部が全部いいってわけじゃないんだけど、例えば私は、このクリス・ベクターなんかも 11.1V がしてますけどね。あ、やっぱりおじいさんもしてるじゃないですか。やってますね。だって、このキレだもんね。おー、すげえすげえすげえ。キレキレーためキレキレですね。ためキレキレ入るとこ分かんなかったよ。うん。はい。じゃあ、フルフルさんが、はい、G&G の方の、はい、AK ですね。はい。フルフルさんのフルチン試写が始まります。はい、フルチン試写です。はい。じゃあ、AK のお作法ですね。セミオートを打つときを一番最後まで下げることですね。はい。これ、ダッツハイプしてくるのも100発100中です。で、さっきみたいに、最後まで引いたら、そこで止めてみて。で、1ミリ戻して、そこから引いて。これできちゃうんですよ。今のすごいね。ダブルタップが超簡単的に。その気になれば、フルオートと同じ速さで顔してた。今びっくりした、俺今。簡単にそんなできるんだ。びっくりしたでしょ。で、もっとびっくりしたのは今 11.1V になっていましたんで、フルがめちゃくちゃ速いですよ。さあ行ってみよう。これ気持ちいいね。やべ、これやばい。やばいですね。で、さらにですね、はい、例のあれがあります。あ、三点バスですか？そうです、そうです。ららららセミオートにして、どっか安全とか向けてください。私ないよ。私向けじゃないよ。はいはい。じゃあ、そのまま、トリガーを引いたままにしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、バーストオン！バーストオン！はい。ってな感じで、セミオートからフルオートに変えるとですね、これが起こるわけですね。おフルさん、出ちゃってるんじゃない？ちょっと先っちょ濡れてる感じです、今ね。やばいな、これ、やばいでしょ。もう今もう、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったね。そうね。だいぶ今、理性が崩壊してる感じだと思うんだけど。11.1 やばいんだよね。そう。もちろん 7.4 でも全然動きます。はい。はい。なので、まあ、この辺は発射速度なんかはね、その場に応じて変えてもらってもいいんだけど。まあ、ただ 11.1 の味を一回してしまうとね、もう戻れない。戻れない。これ、ARP って、はい、これ中メタルで入ってるじゃないですか。ARP556。556。そうですね。こっちは、まだ、入ってる。入ってるって。入ってます、入ってます。もうフルメタルシーズ入ってますね。やべえ。今度はモーターがこれ1ランクマイルドの18000ですね。はい。っていうノーマルモーター入ってるんだけど、私そのノーマルモーターを、イフリート25系という ARP556 に入ってるモーターに変えてみたんだけど、はい。そこまで大きな感動はなかった。大きな感動はない。うん。じゃあ十分ってことだ。十分ですね。これが消費電力からしても、普段、一番いいと思う。ARP 打ち慣れてる、はい、ちょっと僕一発打ってもいいですか？いいですよ、ちょっとやってみたいですけど。はい。トリガーの感覚は全く違いますね。はい、やらせてもらって。どうぞ。まあ、すげえ曇ってる。すいません、すいません。もう尋常じゃないぐらいのね。軽い、すごい軽い。はい。すごいですよ、本当に。AK にしてはかなり軽く仕上がってます。あ、それはそうです。はい。下。はい。一番下が、セミオートです。あ、すげえ！すごいよ。すごいっすよね。横たわりでしょ、そこで。はい、もう一回言います。はい。キレッキレードスが効いてますね。はい。
まあ、体積の差でしょうかね。これ欲しい。でしょ。はい。だからトレーニング出しちゃダメだよ。サンテマスを決めましょうよ。ねえ。もう今サンテになってます。なってます、なってます。はい。一応、って言ってやる。はい。やばいよ。タナがもうなんか勝ってないかな。もう見えないんですけど。はい。タナも入ってないですね。ただやばいっす、やばいっす。やばいっしょ。何これ。やばいっす。やばいよ。やばいっす。G&G そうなんです。そうなんです。これもね出てから3年経つのかな。そろそろ。なんだけど、その3年当時私がこれは電動史上最強の AK だったんです。まだそれは守られたままですね。タイトルは、はい、私の中では。すげえ、すごい制圧力。ほら、うん、ほら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 。やばいやばいやばい。一緒に行きますか。両方なんですけど、在庫はございます。わーい。ないときは感じしないんだけどね。今日に限ってあるのよ。どうしましょう。おお。はい。はい。ね、このキレなんです。うお。さすがでも押見さん決まるね。決まります。そそうです扱いが。そりゃそうですね。ゴールフィンガー。ゴールフィンガー来た。じゃあ発表しましょう。発表しましょう。はい、あなたが欲しい AK は。どっち？ G&G の AK。G&G の AK。G&G の RK74 ですね。はい。あとは長さを選ぶだけ。はい。はい。ああ、やっぱりそうなっちゃう。撃ったら終わりだよね。だって、マガジンさ、アークかっこよかったけど、マガジン変えればいいんだもんだって。そう。G&G RK は、ちょっとね、若干だけど、マガジン選ぶところがあるんで、ここは慎重にいきますよ。ただまあ、そんなさ、高いけど、手の届かない値段じゃないじゃない。だからもう一個アーク欲しくなったら、来月買ったらいいじゃないですか。そうやって AK がね、余っていくのよ。そう、壁いっぱいに AK がかかってる人もいるんだから。おすみさん、今日すみません、ありがとうございました。とんでもない、とんでもない。はい。あれこれあ、見つかっちゃった。パタゴニアじゃないじゃないじゃない。ピュータゴニアなんですよ。ピュータゴニア。はい。え、なんすかそれ。ピュータゴニア可愛いでしょ、これ。はい。はい。これね、実は、私がこの、ほら、BU って、ARP556 の、バッテリーエンハンスユニット。はい、ほら、バッテリー用のスペース伸ばすところ。はい。相手も作ってる、エアテックスタジオっていうメーカーが香港にあって、そこと取引してるときに見つけちゃったのよ、これ。そこの消費者にしていいの。おー。で、誰が見ても、まあ、有名アウトドアブランド。だと思うんですけど、はい、名前出せないですけど、はい、まあそうですね、ちょっとぼかしておきますけど、このピューってところにもポイントがあるんですね、これね実は面白いねってエアテックに行ったらすごい喜ばれた、分かってくれたから、そう、これいい、これいい、はい、これ買いますよ。アメリカのね、うん、結構スラングなんですけど、はい、ゲームの世界の中の銃の音とか、それから魔法の何か光線で出すときにピューピュー。言いますよね。言うんです。はい。はい。してるでしょ？わかります。はい。そのピューってのは、転じて、今、エアソフトガンとか、それから、あとは、ペイントボール。はい。なんかでゲームやる人が、自分たちの打つ球のことをピューピュー。言ったりするんで。わかります。ピューピューって言うと、エアソフトとか、ペイントボール刺す言葉になってるんですね。はい。それを文字って、ピュータゴニア。ピュータゴニア。これ、かわいいですね。なかなか、よく見つけてくるなっていう、あれです。仕事だもんね。私ピュータゴニア、かわいい。かわいいでしょ。あれ、みんないない。みんないないのは、うん、みんなもう買ってるから。買ってるんすかね。はい。これ、ピュータゴニアだって。知ってます。あれ？いつの間に持ってんすか？俺もすよ。俺より早いじゃねえかよ。抜けかけしたやつ。最終段階に入ってますね。長さでかなり苦しんでます。苦しむねー。この形で見ると、僕的には、この先っぽを変えて、うん、フラッシュハイダーじゃなくて、サプレッサーとかつけて、うん、ちょっと、ずぶとい感じで持ちたいんで、僕真ん中なんですよ、僕だと。ああ、なるほど、いいかもしれない。はい、これサプレッサーつけると、ちょっとトゥーマッチになっちゃうね。長くなりますもんね。そう。なので、QD 系、ク、はい、イックデタッチの、この、まあね、マズルをつけて、そこにこう、キュッと差し込むようなやつがいい。ちょっと、なんか一個持ってきてあげるか。月が今これどうしよう重たいかキレキレこれ使えないです
決めちゃう。で、あーでもごつくなるな、いいな。ごつくなりますね。なので、ね、サイレンサーによってかなりこう表情が変わってくると思う。ちょっとこのぐらい許してください。若干浮いてるけど、はい、どうほら。いやいい、これすごくいい。うん、でまたこれね、あの AK 用のごっついサイレンサーとか似合うんですよ。これですね。うん、なので、まあ、これちょっとのライトのお安いやつだけども、もっとごっついサイレンサーつけても合うんだけど、これつけるとさすがにトゥーマッチになっちゃうんだよね。なので。サイレンサーつけるならこの真ん中のサイズか短いサイズにするのが私はバランスがいいと思います、うん、はい、もう決めた感じした方がいいんじゃない。そうだね、これだけそのうち買うから。こっち結局最初に最初に欲しかったものが一番いい。そうそうそう、うん、初恋の人が結局良かったやつ。おめでとうございます。おめでとうございます。スメルがままという感じですRK74T、 はい、お隅のナスがまま。以前も 40ampx です。ナスがまま。全く間違いないですね。はい、全く間違ってるとこはないと思います。はい、お疲れ様でした。今日はですね、フルフルさんがですね、はい、今日はガンを買ってしまうっていう、はい、昼間僕のところにみんなで LINE 来て、はい、なんか銃今日買おうかな、まあ、急に言い出して、うん、何買おうかな、何買おうかなって言って、はい、お隅さんがいてくれるっていうね、はい、本当ありがとうございます。いや本当今日もなんか緊張してこの汗見てください。悪い汗かいてないなんか。僕もですけど、まあこんな感じで今日は 41PX からお届けさせていただきました。なんか最近、うん、前のパート1からパート3の 41PX の動画を3本ぶっ通しで一気に面白くて見てくれたっていう人がいて、はい、撮ってくれって言われたんですけど、はい、それはね、あれですよね、愛の不時着を続けてみるような感じで、あ、出た、吸い取られる感じ。はい、なかなか大変よ、それ。そんな感じで終了させていただきます、はいはい、それではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメント、そしてチャンネル 41PX もよろしくお願いいたします。さらへよ出た。I'll be back。 We'll be back。 すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。And the bottle of wine gonna hold you tonight. Oh yeah.